日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。スターバックスの東京ブレンドというコーヒー豆を飲みたいと思います。一体東京都の何をベースにしているブレンドなのか、名前からちょっと味が想像できないんですが、どのようなものか気になります。なので飲んでいきたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。まずは中の、はい、こちら今回もお豆ちゃんなので引いて入れていきますね。なのでしばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、入れ終わりました。うん、色は特に変わったところはないですね。それでは飲んでいきたいと思います。私は東京ブレンドっていうの。だからきっとあなたの口にも合うはずよ。いや、いや、東京の意味は一体どこで何がっていう気がするんですけど、ちょっとなんか困惑します。でも、苦味や酸味は結構すっきりしていますね。だから甘いスイーツに合わせるのは一番いいと思いますが、どうなんだろうな。東京の意味はどこに？味の詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。苦味は結構強いんですけど、そこまで強烈ではなく、後味がすっきりとしたコーヒーになっている、ね、なので、カフェインの悪影響を気にしないのであれば、朝に飲むよりも夜じゃないわ、午後の、3時ぐらいにゆったりとした時期届きを過ごしたいって時に飲むのがちょうどいいコーヒーだなと自分は思いました。なので今日飲んだスターバックス東京ブレンドは、朝の眠気を覚ます分にはもう一つかなと思う部分もあるので4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。